冷や汗をかいたギターの話を注意喚起も含めて投稿させていただきます。大学3年の12月、就活も控え、一旦軽音楽サークルの活動が終わった時に、一番仲の良く信頼していた後輩の1年間の期限付きで、東海のレスポールタイプ LS100。お、素晴らしい。信頼している後輩に1年間貸したと。購入しました。当時は8万4000円。初めてのしっかりしたギターです。後輩は、音も気に入っており、そのギターを弾いて練習している後輩は嬉しく思っていました。翌年、就活も終わり、落ち着いた10月頃、後輩にギターを久しぶりに弾きたいと言ったところ、部室に置いてある、とのことでした。しかし、部室に入ってもボロボロの東海のソフトケースはありませんでした。そこで、他にも先輩が置いていったエフェクター、ギターもないことが発覚。あら？1ヶ月ほど、部室にギターを置いていた間に、何者かによって盗まれていたのです。あらまあ、私は、申し訳なさに泣く後輩をなだめ、近くのハードオフ楽器屋を漁りました。2週間ほど、経ち途方に暮れたある日、某ヤフーオークションでふと東海 LS と検索すると、上から2番目に私の LS100 が。写真からおそらく同一の個体であることが分かったので、早速落札。犯人による出品だと考えたので、入金だけ待ってほしいと連絡し、警察に届け出しました。警察に連絡したところ、木目が似ているといった曖昧な点では判断できない。明確に写真があると特定しやすいと突き返されてしまったため、ボディバッグの傷の写真、保証書を警察に提出、新品との差異が明確にわかるということで、警察も動いてくれることになりました。警察官が出品者の家まで行き、シリアルナンバーを確認、現物確認を取りました。そこで分かったのは、オークション出品者はお茶の水の中古楽器店で購入し、再度オークションに流しただけとのこと。次に、出品者が購入した中古楽器店に警察の方が向かい、誰が売ったのかを確認しました。そこで分かった事実は、過去在籍していた後輩が売ったということでした。うわ、鍵を返却せず、金が必要だったので、夜、部室に忍び込んで、盗んだとのことでした。犯人が無事見つかり、犯人から楽器店、楽器店からオークション出品者に返金。ほう。あ、すごいね。まあ、そっか。犯罪に関わったっていうのが来ても嫌なわけだからね。あとね、警察来たら、誰から買い取ったかとかは言わなきゃいけない。無事、私の LS100 は帰ってきたわけです。ただ、フレットが、すり合わせされすぎて、とても弾けるような状態ではありませんでした。ここで皆様にお伝えしたいのは、まあ、注意喚起ですね。保証書はケースとは別に保管しておくこと。あ、なるほど。バックル傷など他者が見て明確に特定できるような写真を撮っておくこと。おお、確かに。絶対はないので、どんな楽器でも盗まれる覚悟を持っておく。上記3点を盗まれた時のアドバイスさせていただきます。自分の身に起こると怖いどころではないですよ。PS、犯人の犯行動機は、彼女とハワイに行く金が足りなかったからだそうです。なお、ブレッドすり合わせの費用は、未だ犯人からいただいておらず、引きにくいままです。ああ、よさそう、嘘げですね。ジミー・ペイジみたいな。いいなあ。あ、この写真があったのかな、だから。撮っといてよかったんだね、やっぱね。